するしかない。守りが固いな。トップ号ゲッツ。この調子でいきましょう。さっさと片付けましょう。魔王を詰めると応戦開始。またやられます。悪くなかったわ。そうかもね。こう飛ばれるとやりづらくて仕方ねえ。シオ、頼めるか。ええ、任せて。この調子でいきましょう。攻撃あるのみ。やらない。わかったか。終わりだ。一回は我慢だけで十分に。傷を治すわ。やぞ。レンガだ。まだ終わらないよ。さあ進むわよ。力の差も測れなかったのね。
めるぜ。無理はするなよ。行きましょう。ああ、問題ない。これで昇降機が動くかな。ああ。トル？確かめに行こう。待ってろ、カナベルト。蹴散らしてやる。ないから。レンガだ。終わりだ。炎の力に巻き付けてもらう。くだっ。リム、ファイト。クライガー、とどめ。ヘッドレアの前に、この元に、その力を与えておく。そこだ。みんなよ。私に任せて。風よ、傷を負うわ。やらせない。ファーストリング装填。どこで止め。手足やつはマジンだ。この中で終わりだ。やる。どうよ。まずいを止められる。私が止めるよ。決めてやる。強い。
やれるぜ。バラバラにしてやる。やるぞ。撃ち込む。待てよ。味方しよう。振り飛ばす。行くわ。炎よ。巻き込めだよ。流水を避ける。炎よ。巻き込め。ここだ。行くわよ。どこだ。バラに撃ち込む。やるぞ。当たれ。やめよ。食らう。やる。下げろ。決めた。灼熱のバーンストライク。ちょっと無理かも。いよいよこの先が。待ってろよ、カナベルト。ちょっと待った。どうした？ガナベルトのやつのことだ。あいつは光と雷を操る。しかも剣の使い手としても凄腕だ。仮にもスルドの一角よ。驚くには当たらないわ。それだけじゃねえ。やつはおかしな道具を使うんだ。道具？レナの武器ってこと？多分な。やつの周りにいくつも浮かんで、どこからだろうとそれが相手の攻撃を防ぎやがるんだ。資格がないってことか。ああ、だから俺が正面から奴の守りをぶち破る。はあ、守りが固いんでしょ。だからこそだ。俺があのクソったれの守りをぶち抜く。あんたたちはそこをつけばいい。わかった、お前を信じる。行こう、ジルファの敵討ちだ。待ちくたびれたぞ。ネズミらしく逃げたのではと心配したわ。ジルファの仇、そしてシスロディア解放のためお前を倒す。大きく出たな。だが故にこそ感化できぬ。銀の剣にせよ、それ以前に存在したダナどもの組織のどれ一つとして我らレナの支配に傷をつけたものはない。五稜のいずれにおいてもそれは変わらぬ。だがお前、カラグリアの炎の剣、お前は別よ。ビエゾが倒されたのがよほど衝撃だったよね。両力のみが取り柄の男一人失ったところでいかほどの損失にもならぬわ。だが小さな火種も育てば大火になりうる。この問題はスルドブリカに勝る。故に滅ぼす。その日が五稜全てに及ぶ前に。リムル、大丈夫。シスロディアのスルド、ガナベルト・ファルキリ、全力を持ってお相手しよう。心置きなく死ぬがよい。よくもおやつよ。一度は我が元に仕えておいたどの口で言うのやら。姫、姫仕えたりするものかよ。異常な音を。こっちの番だ。これはどう？裏切りだ。攻撃が。俺に任せろ。ぶっ抜いてやれ。終わりだ。俺の真骨だ。マグナに泣けないよ。水の裏だ。俺は無駄よ。カナベルト。うねえ。障壁が砕けた。攻撃を集中させるわよ。お片付け。水の叫び。無駄だ。このまま潰る。宿りで。くらえ。食べておけ。マジで終わり。くっとめ。泳ぐ。当たれ。終わりだ。終わらないよ。マジで終わらないよ。水の叫び。この
のまかれ。決めてやる。恐怖と絶望を味わって、霊力が集まってる。あいつに使ってね。このままでは終わるわ。ヤンジは絶望の地に。どうや、我は霊を起こしてた。ヤンジは架空に入ってる。終わりだ。電光を見つけるところに生まれた。準備完了。黄泉の門を開くところに何であり、入れよ神の一発。これでしまいよ。イリミネーション。矮小な者どもよ、無へ帰れ。異常な音。あの術また使われたらまずいわよ。あいつの作る思想が力を集めているみたい。これで叩くしかねえな。援護に回るわ。ネズミどもありがてえ。どこだ、逃がさんよ。ラッキーの叫び、行くわよ。どこだ、戻りよ。炎よ、ありがとう。どこだ、貴様に見えないよ。宿って行くわよ。俺は温存。行くわ。闇に沈みなさい。行くわよ。はい、はぁ、自由の必要。クライナー、倒れないよ。マジか。貴様に見える。終わりよ。炎よ、これは勝つぜ。マジンちゃん、鉄の鍵の前に見ども、クリトリアレンガだ。恐怖と絶望を味わって、マグナレイ、このもとに我は死ぬよ。まだやる気か。その前に終わらせてやる。まだ終わらないよ。何時は絶望を罪に我は栄養を滑り、何時は国に当たる。終わりだ。スライダー、思い知ったか。まだよ、まだ。レネギスとこのダナに生きる有利の同胞のため、負けるわけには。勝手なことほざいてんじゃねえ。私が倒れたら誰がこの国の同胞。
終わった。でもジルファは戻ってこない。スルドを倒せただけでも良しとすべきよ。それすら危うい状況だったのに。良しとすべき、ジルファが死んだのに。相手は300年間揺らいだことのないレナの体制なのよ。何の犠牲もなしに勝てるとでも思っていたの？死者を悼むなっていうのか。死んだんだぞ、人がまた死んだんだ。死なせないための戦いのはずだった。なのに。そうよ、戦ってるのよ。今頃気がついたの？ジルファが最初というわけでもないし、きっと最後でもないわ。それに耐えられないというならさっさとカラグリアに帰ったらどう？できることならこのまま自分で炎の剣を持っていきたい気分だわ。なんだと？くそ、好き勝手言いやがって。こんな時に俺たちで喧嘩して何になるって言うんだ。こんな時だからこそか。かなわないな。ひどいやつだったね、ガナベルト。ああ。ねえ、カラグリアのスルドもあんな感じだったの？いや、もっと粗暴な大男だった。そういえば紋章も違ったな。炎の十字みたいで。そっか。アルフェンたちはこの後どうするの？まだスルドが3人残っているからな。旅を続けるつもりだ。それでいいな。私はずっとそのつもりよ。あのさ、それなら私も一緒に行っていいかな？シスロディアは故郷じゃなかったのか？それはそうなんだけど、ほら、正体隠してたのとかみんなにバレちゃったし、しばらくほとぼり冷めるまで離れていたいんだ。ダメ？役に立てると思うんだけど。わかった、なら来るといいさ。もう行くのかね？ああ、世話になった。残念だな、君たちには感謝してもしきれない。ジルファの亡骸は責任持ってカラグリアに届けよう。この国はなんとかなりそうか？正直何とも言えん。敵の協力者は我々自身の中にもいた。果たして疑心暗鬼を乗り越えて結束できるかどうか。ジルファが言っていた、諦めない限り壁は壊せると。そうだな、少なくとも最大の障害は君たちが倒してくれた。このくらいは自分たちで頑張らないと。ああ、楽しみにしている。そうだ、忘れるところだった。渡すものがあるんだ。かっこいいじゃない。選別だそうだ。蘇ったダナの英雄って感じだね。次はどこに向かう？エリデメナンシアよ。本当にその格好で旅をするつもり？ああ、見た目ほど重くないんだ。それよりもう一人誘いたいやつがいる。
本気なの？行く当てはあるのか？そんなのあるもんか。もうここにはいられないと言ってカラグリアに戻っても誰もいない。町を出てどこかで野垂れ死にでもするさ。やり直す気はないのか？どうやって？俺は取り返しのつかないことをしちまったんだぞ。過ちに気づけたならやり直せとジルファは言った。手遅れになる前にの話だろ。ずっと負け戦だったのに戦い続けたが後悔していないとも言っていた。諦めない限り終わらない。そしていつか壁を壊せる日が来るんだ。壁の向こうにジルファが見ていたものを、それを見に行かないか？俺にその資格があるのか？お前はどうしたい？俺はもう失いたくない。逃げたくない。だから あんたと一緒に行くよ。話は済んだ。それじゃ出発するわよ。行くよ、フルル。ブレゴンがくれたこの鎧、本当に昔のダナの英雄のものだったんだとしたら、アルフェン、その鎧かっぱらってきたのか？見かけによらず抜け目ないんだな。違うよ、ブレゴンが選別に行ってくれたんだって。そっか。でもまあ筋は通っているよな。その鎧反乱の象徴みたいなもんなんだろ。俺よりジルファが着るべきだった。親父に似合うとも思えねえけどな。この鎧の元の持ち主はシスロディアにどんな夢を見て立ち上がったんだろう。未来も過去も本当のところは当事者にしかわからないわ。誰かの考えだって同じよ。死んだ者、破れた者の志を思うのは無意味だって言うのか？確かめようがないと言いたいだけよ。シスロディアの今後が気になってるようだけど、私たちには私たちのすべきことがある。何もかも責任を負えるわけではないのだから、あれもこれも抱え込もうとすれば迷いが増えるだけよ。分かってる。俺は前に進むことを選んだんだ。今やれることをやるさ。ローってカラグリアの生まれだったんだよね？まあそうさ。クソ暑い国を出たら隣はクソ寒くて平行したぜ。おまけに暗いし。もう暗くないし。あなたはどうやって国境を越えたの？スルドブリガの性質上、五稜の国境は基本的に行き来はないはず。なんだよ、尋問の真似事か？ダナのあなたにできた方法なら、この先使えるかもしれないというだけよ。ああ、はいはい、わかったよ。けど別にそんな驚くようなもんじゃないぜ。まさか、あの炎の壁を登ったのか？いくらなんでもそんな真似ズーグルにだってできやしねえって。
潜り込んだんだよ。潜り込んだ？そうさ、交流がほとんどないって言っても自分のところじゃ手に入らないものだってある。そういうのを融通し合うための鋭の輸送隊が年に何回か行き来してたんだ。そういえばそんな話を聞いた気がする。その時だけ門が開かれるって。もちろんダナ人を同行させたりはしないけど、俺はその荷物に潜り込んだのさ。荷物にって、それで運ばれたってこと？よく見つからなかったね。あ、まあ昔からコソコソするのは得意だったからな。それにあの時は捨て鉢になってて度胸だけは有り余ってたんだ。こう言っちゃなんだけど、ダナでもレナでも多分俺が初めてってわけじゃないと思うぜ。メネック、ガナベルトがカラグリアの噂を素早く手に入れたのもそれだったのかな。つまり私たちの動きはこの先どこに行ってもすでに知られていると思った方が良さそうね。改めてよろしくな、みんな。うん、よろしく。でも本当にカラグリアに戻らなくていいの？まあまだ何ができるかわからないけど、俺はアルフェについていくって決めたんだ。あの羽橋どこに通じてるんだ？知らねえけど降りてるとこを見たことねえな。どの道こっちからじゃ降ろす方法がないから使えないぜ。蹴散らしてやら、こいつでどうだ。風よ、行けるぞ。こっちは終わりよ。終わり、終わりだ。見せる、当てる。私に任せて。俺の真骨だ。今だよ。本気を出すまでもなかったな。
ってやる。任せてくれ。あたれ。パン。行くよ。負けないよ。好調だね。やらせじゃ。次はそっちを手伝うぞ。ありがとう。どっちを決めないで倒せるかも。次。終わりだ。魔人戦。武具が見つかったわ。ちょっと見せてくれ。力が必要ね。ハロそういや、この池結構魚がいるんだよな。食べられるの？そりゃ食えるかもだけど、取る方法がないって。ふるっ、うん、ほら、ほろろ。困っている人はいないか？何にでも首を突っ込まないで。ほろろ。え？ほろ、ほろろ。ウルルのお友達発見！ほろろ！どうした？そんな。フなあ。そうね。
やったぞ。ちょっと、どうだ。シオン、いいの。やれやれ、元気なじいさんだな。次に会うのが楽しみね。気に入ったんだな、アップルパイ。